ワンラップゴルフ開いてるわけでございます。それは忘れないでしょ。そうっすか。それは忘れないでしょ。なんて言ってたっけ。どうもこんばんはか。平井ひろわけでございます。今回はですね、インパクトゼロって知ってますか。知ってますよね。知ってる。さすがに見てる人知ってる。平井ひろわけのワンラップゴルフ。新たなというか、できない理由をしっかりと言語化して形に表した動画を撮っていきたいと思った、うん、それをね、レッスンに来た方、千葉県の佐倉市から来ていただいている方がいて、その方に体感してもらった。まあ、ヘッドを動かす意味でこうやって打ってもらった、うん、これでインパクトゼロを意識してバチン、うん、バチンバチンだけど、ボールの上に手が来るんじゃなくて、ボールの左側にもグリップがいって打とうとするから全部右行く、うんうんうん、それでそれをね、じゃあもっと簡単に打ちやすくしていいですかつって、こうやって構えて、こうやって構えて、うん、でこうやってやった、うん、そしたら全部芯食ってまっすぐ、だから要は振り遅れですよ、うんうんうん、こうやって構えてこうやって振り遅れてる、はいはいはい、そうでこうやってやったらここが打点になるから、うん、その後にボールがあるじゃん、うん、だから全然普通にゆっくり急がなくても打てる、うん、だから結局リリースポイントは遅いですよと。インパクトゼロでインパクトゼロをしようとしても間に合わない、そのトール君とマグで言ったじゃない、うん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 、そうだからここでインパクトゼロにして回転するからここに来るわけ、はいはいはい、そうだってここでインパクトゼロにして回転したらここにもう来てますよ、そうだね、それを分かっていただいた、あそうだから回転してここに戻そうとしたって戻んない、うん、ここまで来て、うんうん、そういうことが分かればインパクトゼロができる、だからここで戻してこう来るってことね、はい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 、うん、その理解があればインパクトは間に合う、それがねすごくシンプルなんだけど、うん、難しいことで、体使わないで回転使わないで手首だけでこうやってやる、うん、こうやってやる打ち方がまっすぐいかないってことは意外とこうやってんだよね、あそっか、そこ視点がそっちになっちゃったらもう無理、どうにもなんないね、そう、うん、だからボールの左側にグリップが来てたらもう間に合うことができないから、うんうん、だからここに壁があってここにボールがあるんだったら、そしたら、うん、こうやって打ってあげるイメージよね、こう手を追い越さない、その意識がないとダメ、プロゴルファーが消屈してだってフォローで絶対こうやってなる、あそうこうやってなる人はいないってこと、それはこっちでこうリリースターンするからね、うんうん、ちゃんと、うんうん、それがすごく重要、それがインパクトゼロにならない、要は詰まりよね、インパクト、うんうんうん、詰まっちゃうからこうやってなったら、はい、うん、寄せないでくださいね、でもほとんどそれなんでしょう、まあそうだよね、まあ、そういうのかじったことある、そういう理論をかじったことある方なんかは詰まりやすいし、うん、これって何ってなっちゃうことが多くて、こうじゃないのみたいな、あやっぱイメージがそっちなんだ、うんうん、が多い、これはこれであるよって俺は思う、うんうん、これができてからもこれだよっていう人はいないから、あゴルフ始めて用意どんでこれだから、もうしたらもうインパクトゼロはないよねってなっちゃう、そうだね、そうだから結局基本が抜けちゃってるわけよ、これがちゃんと6時を指すことがなかなか難しくなっちゃう、うん、本当は一番簡単なはずなの、それは何ハンドファーストのせいなの、まあ、ハンドファーストだったりハンドファーストにしてフェース開いた分を小窟でカバーしたりとかいろんなことがあるわけよ、ああこうやってこうやって入れてきて、ああああそう、あとはまあ手首緩いとか、うん、自分のスピードに対して手元が緩すぎる、緩くすることは悪いことじゃないけど、それが自分のスピードと合ってないわけ、うん、ただ緩くすればいい、うん、ってなっちゃったらそのスピードに対しては緩すぎるよねって言うと、うん、結局スコーンってなる、うん、抜けるじゃない、うんうんうん、そうなっちゃうと結局ロングアイアンが当たんないとかヘアウェイとかチョロが出るとかそういう風になる、だからちゃんとこのこういう出し方、こういう出し方をしてあげないとボールっていうのはちゃんと浮いていかないから、それはもう意識としてしてあげたからね、そしたら手は真ん中より前に出ないように練習すればいい、うん、そう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 、だからこうやってなってくる、まあ
笹生選手の右肘見たら分かりますよ。こうじゃないからね、うん、こう。これはもう最初からその練習をしている。全然これはもういつやったか。あ、そうなんだ。無害だ。あ、無害。あの難しいってことじゃなくて絶対通る道だから、こうやってなること。あ、一番いいのは、うん、こうやって構えるか、はいはいはい、遠く、うん、そう、それでこうやって打ってあげる。やってらんないから。あ、できないから、ね、できないから。これでこれできないから。あ、届かなくなっちゃう。そう、これでボールの、あ、外側、こっち、うん、外側を打ってあげるイメージ。こっち側、うんうんうん、こうやってこういうイメージで打つと、その動き方の意味が分かってくるから、すごくボールをこうやって拾ってあげることは大事なんだなっていうのが分かってくる。そっから普通のアドレスをして、今のイメージで打って、で次にそっから球を低くしたい強くしたいってなってきて、初めてこういう風になってきたりするから、いきなりこうじゃないってこと。それは本当に重要。そこだけ気をつけてもらえれば、そのなんか足踏みをすることもなくなる。なんかこれやってうまくいかないっていうのがなくなる、うん、その順序が合ってれば問題ない、うん、すごくそれ重要。やってください。何でしたっけ。インパクトゼロに。あ、そう、インパクトゼロ。インパクトゼロができない理由をちょっと、うん、まあ、改めてしっかりとスイングの中で取り入れていただきたいっていう内容なんですよ。これをもうぜひお試しいただいて、今のスイングに取り入れていただけたらと思います。はい、必ずインパクトの時にクラブをまっすぐ戻りますよ、こう戻りますよっていう意識を持って打ってみてください。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。ワンラップゴルフではオンラインサロンをやっておりますが、絶対入らないでください。